おはようございます、釣り子 TV です。今勝のですね、新しく出たワームゲンタホッグね、これ700円で売ってたんですけども、実は去年の暮れぐらいに、あ、売ってる売ってると思って買ってたんですけども、すっかり買ったの忘れていてですね、ちょっとまあ真冬に入ってきたっていうのもあって、レッグワームとかですね、小さめのワームね、そこら辺を、準備ばっかりしていて、こういう少しねボリューミーなやつね、そういえばいいやつ買ったんだけどなっていうのを忘れてたんで、改めてですね、袋から引っ張り出してきました。カラーはねレバーというカラーを選んでみたんですけども、じゃあね、早速どんなワームか見ていきたいと思いますね。ちょっと秋口のね、まあ、例えばソズラッパラとかすごいベコンクローが引いたりっていう、そういう釣り場があるんで、そういうところでこのね手ブリンブリンに動く系ね使いたいなと思って買ったんですけども、バタバタでなかなかですね、トズラッパラもまだ行けてなくて、新年一発目いつ行こうかなと思ってるんですけども、まあ、そういったところでね使おうと思って買ってみたわけなんですが、はい、こんな感じでブリスターパックに全部入ってますね。700円で1,2,3,4,5 5匹ね入ってます。じゃあ、ちょっとね匂いもねこの距離で感じますよ。早速ね一つ開けてみたいと思います。こんな感じで丁寧なねパッケージに入ってますね。わあ、細かっ、ずっしり。はあ、手元に持つとですね、今ずしっとね重さが来たんで、そこまでね大きくはないんですけども、このサイズでこのずっしり感っていうのはね、ものすごい、なんだろう、持っただけで水バタンバタン押してくれそうだななんていう風に感じますよ。で、細かいパーツがですね、ここにシャットテールのような足がついてついていて、で細かい足が 1,2,3,4 4本ねついてますね。で、この特徴的な手、あ、ファクトリーロックがあるんですね。ここね、開けたばっかりだと、この手のね、ところがね、ここ繋がってるんですよ。この、ここで、繋がっていて、で、このね、わ、ここも細かいな、このね、あ、で、先端が、なんだろう、Gテールになっている。Gテール風に、先端がなっていたりとかしてですね、で裏側見てみましょう。あーね、これ釣りビジョンのですね、あれ YouTube で見たんですけども、ここね見てください、このひだひだ、これ細かいね。こんな細かい仕事してあるんだ。なかなかのひだっぷりですよ。ひだっぷりっていうのがまあよくわからないんですけども、ここがねエビ特有のこう下にブチブチついているですね、足をイメージした細かいですね、あ、これ見やすいですか、こんな感じの繊細なひだが裏についていて、これがね3列ついてるんですね。で、勉強してきたところですね、この手ね、手にこだわりが凝縮されていて、このね下のところに塩がぎっしり、この上側は塩そこまでぎっしり入ってないみたいなやつか、このなんですかね、船みたいになってる下の部分ね、ここに塩がぎっしり入っていることによって水平にホールしていくそうなんですね。水平にで、これがバスが反応する肝っていうことみたいで、この水平にバランスをとって、で、あとねこのすごいねパンチ力のありそうなこの手がですね、ブレンブリンとねこう水を押すことによって、ここに僕はいるよっていうのを猛アピールしてくれる、こういうことみたいなんですね。じゃあねちょっとね手ねこれ取っちゃいましょう。これはね、もうね、
収集がつかないというかね、こうそれぞれのパーツがね、もうね自分のこっちに動きたいんだっていう方にねビリ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 動いてね、もうわけのわかんない感じになってるんですけど、こういったものすごいねぐねんぐねんしたのがビリ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 ブリン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 しながらこう落ちていったら、これは釣れそうですね。まあね、早速ね、買って5発あるからどうでしょう。まあ手のところはこのファクトリーロックがあるぐらいですので、比較的ちょっと、柔らかそうなんで、この1匹で何匹耐えてくれるか。例えばねベコンクロウとかね、こことかねもうちょっと固めなんですよね、ここのつなぎ目のところが。だから結構ね、まあ、何匹か釣ってるとこの手がねブチってね取られちゃうんですけども、それでもね、餌持ちが比較的いい方だななんて思っていて、ただこっちはね結構動き重視で結構柔らかめの素材で、で手にもすごい重さを持たしているので、果たして耐久力はどれぐらいなのかな。もうレーシング仕様で、1匹につき1匹なのかね、そこら辺はね実際に釣ってみて、いろいろ試していければななんていうふうに思うんですけども。であと特徴的なのがこの背中がねちょっとねこう盛り上がってるんですよね。この盛り上がりをこうね針を出す位置をこうちょっとね工夫することによって、水中でこの手がねビーンってね立ったようなこういった状態が演出できるっていうこと で先日買ったね、また登場いただくんですけど、これね、ミッキーヘッドジグね、これ糸ついたものになって、これね結構でかいバスがね使ったらそこを連れてくれたんで、なかなか好印象なんですけども、まあこれとね組み合わせることによって抜群の威力を発揮するよ。でストレート刺しだとこう、まあ、ジグストのスイミング的なこう手をこの特徴的な重い手をブリンブリンってこうはためかせてアピールする。ただそこでこうちょっとステイの時間を長めにとって見せて見せてバクンチョって食わせる、こういった時にこうねちょっと今じゃあ刺してみますね。これねこういうねロックなんでね、一回刺したらはいもうねちょっと外しづらいかと思うんで、これはもう専用でこの1匹はねその動画でやっていたセッティングに刺してみたいと思います。ちょっとね早めに出すってイメージですかね。この背中からね、こんな感じかな、こんな感じかな、こうちょっとこの反ったようにこんな感じですね。こういう感じで、刺すとこのただでさえ起き上がりこぼしみたいな効果のあるですねミッキーヘッドジグとこのちょっと斜めにこうやって針を出す、こうエビ反りのように、まあエビですけどね、針を出すことによって水中で立って手がブリンブリンってこうね誘うようなこういったギミックになってるみたいなんですね。なんでまあちょっとこれね今ビッて取っちゃうとここのね強力なロックがこのボディを多分引き裂いてしまうので、まあ、この1匹はねもうねこの状態でとりあえず、使い込んでみようかななんていうふうに思うんですけども、こんな感じで立ってアピールしてくれるよね。でベターンって寝かしたい時はもうちょっと浅めに刺してこの後ろがこのくの字にならないようにまっすぐねやってスイミング気味の時はやるといいんじゃないかなっていう風にですね、説明されてましたけども、でまあ使いどころはねこれねミッキーヘッドジグに関してはまあ生き慣れた野池とか生き慣れたリザーバーのここだったらあんまり込み入ったねゴショゴショした立ち木がないようなんていうところの方が向いてるんじゃないかな。何にしろこのガードがそこまでいっぱいあるわけじゃないので、これね 1,2,3,4 5 本のガードがあるんですけども、これがまあ簡単な本当ねごく、軽いカバーだったら避けてくれるんですけども、あんまりね込み入ったところにねぶち込むと寝かかっちゃうんでね。ただ絶妙なこの針の太さなんで
16ポンドとかの糸を使っていればゆっくりねいい角度引っ張ればね針が曲がって回収できるんですが、まあどちらかというとあもうほんとフラットエリアの中層スイミングね、水中にあんまり、その込み入ったカバーがないようなところとか、あ岩盤とかあそういったところが向いてるジグなんじゃないかなって思いました。結構ねまあ、例えば三島でこうごちゃごちゃしたねカバーが水中にあるって分かってるようなところでやるとあやべえ根かかっちゃったなんていうことが結構あったんで、まあ買って知ったらね中層、まあデカバスは中層うろうろしてるんだけども、あどうやって食わせようかってそんなところで投入した方がミッキーヘッドジグに関してはいいんじゃないかな。ね、でまあもうちょっとねいろんなところにこれを打ち込みたいなんていう時は、まあ、例えばコンツアージグであるとかエキップのあのガードの結構しっかりしたものとか、まあ、ガードの硬いやつですね、そういうのにくっつけたら、もうカバーの、ね、最奥部まで打ち込めるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、これはまあ霞水系とかあとはどうでしょう亀山ダムでいったら、まあ、本湖のフラットエリアを結構、素早く中層からそこにかけてスイミングとかあとそこでとかを交えつつテンポよく探っていきたいなんていう時に、向いてるジグじゃないかななんていうふうに思います。ちょっとこれはねこれについてるんでこっちをかけて、こういうねブリスターパッケージに入ってるからね不意に手がちぎれたりっていうこともないと思うのでね、このすごいね専用のねこのパッケージだけでだいぶねお金かもうねこんな感じの専用のピッて入りますよ、こんなパッケージがついています。でね色もね結構ねつれ線のねいい感じの色がいっぱいあったんですけども、自分はね結構このレバーみたいなねカラーがあるとね、まあ、大概レバーっていう感じのカラーをね買ってしまうんで、今回もですねこんな感じの色を選んでみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちら今勝のねもうね開発中はねいろんなね、情報とかちょいちょい小出しに出てきていて発売今かと思ったんですけどね、だいぶね年末のところにかけてボンとね出てきたなっていうイメージでございます。こちらですね新しく出た、ゲンタホッグね 3.5 インチ、まあ、700円、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。